だから決めた。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいでやす。どうも三崎京都です。本日は僕が非常にハマっているラーメン店に向かわせていただきます。以前ね、姉と一緒に突撃取材に向かわせていただいたお店で、もうそれから俺もハマってて何回か通ってるんですけども、はい、またそちらの YouTube を見ていただいて、結構視聴者さんも来ていただいたということで、ほんまに行っていただいた皆さんありがとうございました。なんでそちらのお店はですね、なんと関西の新店舗でいきなり準グランプリを取ったっていうむちゃくちゃ美味しいお店で、今回は週末限定で、販売されたメニューが10月から、レギュラーメニューになったということでね、ぜひ撮影をということで向かわせていただきます。いや、僕も楽しみなラーメンですね。大好物ですよ。ということで、ラーメンは行ってからのお楽しみっていうことなんですけども、今から早速そちらのお店に向かわせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。はい、こちら上京区上田中里丸太町通りを上に行ったところですね。同志社のキャンパスがあるところで、同志社の学生からも大変支持されてむちゃくちゃ人気のラーメン店の、はい、こちらラードンさんです。俺もあの撮影以来何回か通ってます。ハマってます。もう辛いのもあるんでね、激辛好きにはたまらない。はい、各グランプリを受賞されてます。私はちょっとね、まだオープンしてへんけどね、オープンして大学生がいっぱい来たらあかんから先行くわ、先行こう。マスター、おはようございます。このレギュラーメニューの中ですね、新たなレギュラーメニューが登場するということで、はい、やってきました。ほんで辛さもね、しびれもね、あの選べます。苦手な方はあの辛くないのもできるし、僕みたいな激辛好きは激辛もできます。本日はこちらですね、汁なし麻婆麺。こちらがね、10月からレギュラー化したということで、はい、これを食らっていきます。大盛りもいきます。辛さレベルも選べますよ。これ前死神食ったらむちゃくちゃ辛かった。はい、いや、これですね、汁なし麻婆麺、めっちゃうまそうじゃないですか。もうここの麻婆豆腐むちゃくちゃうまいということでね、皆さんから聞いてます。はい、これはうまそうですね。はい、ということでやってきました。本日はラーメン人気店ラーの海さんです。はい、僕もね、前取材来て以降ねハマってるんですよ。はい、ほんで今回はなんと汁なし麻婆麺がレギュラー化したということで食らうんですけども、ほんま俺個人的には激辛が食いたいんだけど、今日はしっかり食レポできるように、ね、普通の辛さ、はい、食べてみたいと思います。それに、麻婆麺はもちろん大盛りにしてですね、はい、ライスもつけていただいてがっつり食らっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いや、辛さとね、しびれ選べるんですよ。はい、もう僕は個人的にはね、いつもこれ食うんですけどね、はい、今日はね、普通に食レポができるように3辛です。辛いのがかなり好き。これでいきます。これライスのね、取り皿セルフです。ライス大盛り言ったじゃん。そんな食えへんわ。これ言ったし、こんなもんかな。来ましたよ。こちらが新作レギュラー汁なし麻婆麺大盛り言いました。でライスはこれ、あの自分で入れ放題。はい、
来ましたよ。これむっちゃいい香りしますね。本格的な麻婆豆腐が入ってますね。大量ですね。豆腐もなんかこのざく切り感が最高ですよね。うわ濃厚やな、むっちゃうまそうやな。このミンチもたっぷりですよ。ミンチ、豆腐もミンチもたっぷり。今日は3辛です。でも結構香りだけで結構汗かいてきてるんですけどね。混ぜる前にちょっとマーブこれいきましょうか。いや、さすが学生の街ですね。ご飯入れ放題です。やっぱり嬉しいですね。いや、オープンと同時にお客さんが入ってこられますね、たくさん。はい、ほな、まずこのマーボー、混ぜる前にマーボーいきます。うまっ、むっちゃうまい。もう本格的なマーボー豆腐ですね。いやー、これ濃厚な味付けですよ。もう中華料理屋に負けてない。はい、いや、これ麺混ぜたら間違いなくうまいろうな。いい感じにしびれも効いて、はい、もうしびれ苦手な方は、注文時に伝えていただきましたら、しびれなしでいけますんで、はい、辛さは自分で調整して注文してください。うまい。そしたらね、早速ですけど麺いこうか。こちらは定額さんのね、ウイング麺。こんな感じでね、麺の間にね、こうデコボコになってるんですよ。でここにタレが絡んでむちゃくちゃ美味しいやつ、大盛りです。うわー、うまそうやなこれ。ウイングもバキュームするの大変だっすね。とりあえずいくぞ。バキュームじゃない。デコボコのね、もちもちのウイング麺に、濃厚マーボーめちゃくちゃ合う。これうまい。何名様？1名様。はい、順番に食器お願いしますね。了解。はい。普通のうちの麻婆豆腐より濃いめに味付けしてます。あ、マジですか？はい。麻婆豆腐単品より、あの麻婆豆腐自体が濃いめの味付けで提供されているということですね。いや、麺だけで楽しむもんですけどね、これはこれ米でも楽しんでほしいしね。こう麻婆丼にしてね、ダブルで楽しみましょう。うん、うま。米もうまいな。うん、むっちゃ米にも合うわ。もう最近ね、僕の中で麻婆麺がね、もうマイブームなんですね。はい、うまい。ちょっとこの辺で味変します。ちょっとラー油入れます。黒七味、ちょっとしびれをもう少し追加して。うん、ああいうわ。ほんでこれお七味入れたらね、もう味が引き締まるね。ビビビッと引き締まるね。どうに多い店です。多いかなと思うんだけどね、うますぎるんでね、食えます。ペロッといきます。最後はしっかりタレに絡めてね、多い飯で食らってほしいね。うん、味濃いめの麻婆と最高や。うま、この麻婆系のね、ラーメンも絶品なんですよね。汁なし担々麺もうまいし、はい、
スタミナラーメンもうまいし、何食っても席ですわ。これが今ハマっているお店の一つです。皆さんぜひこちら新レギュラーメニュー汁なし麻婆麺、ぜひ食らいに来ていただきたいと思います。むちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。本日はこちらラーの海さんのね、新作レギュラーメニュー麻婆麺食らってきたけどね、いやうまかった、本格的でうまかった。僕はほんま何食うてもうまいわ。はい、今日は3からでしっかり、美味しさを味わわせていただきましたけど、次は激辛も食いたいね。はい、俺はここプライベートで来たら必ず激辛以上食らってますんでね。いや3からでもピリピリしてうまかったです。はい、ぜひ新作麻婆麺皆さん食らいに来ていただきたいと思います。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様愛してます。おらっしゃ、うまかった、え汗かけた、気持ちいいわ、すがすがしい。はい、お腹も満腹です。おらっしゃ。